はい、どうも、こんばんは。沖縄おばばでございます。はい、えー、なんていうかね、今日の最後の配信になります。はい、えーと、実は先ほどね、お友達が、あ自然栽培のね、えー、おや、野菜屋さんをやってるお友達が、あ、届けに来てくれました。はい。えー、まあ、後でね、ちょっと、はい、ご紹介いたします。はい。ということで、えー、今日の最後の配信なんですけど、 うーんっていう感じの記事がございました。はい。何がかというとね、えスイスですね、スイスは。はい。ハイジの国。はい。スイスでございます。そのスイスでですね、なんと、マラリアとか、デング熱とかね、いわゆる蚊。はい。モスキきのですね、蚊。蚊が媒体する、あの、熱帯の病ですね。熱帯の病が、 ちょっと流行ってるということでございます。はい。ちょっとというのは、まあ、人口的にはね、去年よりもかなりこれ増えてるんですけど、えさほどではないということで、でも100人以上なんですよ。はい。デング熱にか、デング熱なんかはね。もう100人以上がデング熱にかかってますよということで。あのーって感じですよね。 えなぜデング熱なんでしょうかはい。あとマラリアなんかも増えてるみたいですね。蚊で。えー、スイスって熱帯とか亜熱帯ではございませんよね。デング熱っていうのは基本的に熱帯とか亜熱帯の地方で流行る病でございます。まあ沖縄でもあんまり聞きませんね。デング熱になったってね。 はい。沖縄は熱帯ですけど、ほとんど効きません。はい。デング熱とかね。マラリアとか。どうしちゃったんでしょうかこれ、えー、気候変動のね、影響でしょうかはい。えー、まあ、そういうわけではなく、えー、熱帯に、えー、旅行をしてきた人が、その病にかかってね、えー、その病にかかって、 だあ、人の血をね、かがすって他の人に移してしまうと、本当かよっていうような理由なんですけど。でもおかしいですよね。はい。まあ、全くね、全く、まあ、スイスといえばね、どちらかと言って寒い地方ですからね、んた帯の方ですからね、んた帯ですよ。 はい。なぜ熱帯地方の病が流行るんでしょうかまあ思い浮かぶのはね、あの彼ですね、あの彼。はい。あの彼がね、え顔、ー、ね、まあいろんなところにね、えー、放出してますよね。はい。でもってね、アメちゃんもその放出された地域でね、 えー、なんか、マラリアがあ <laughs> マラリアの患者が出てしまっているというね。えー、なんか、あの、踏んだり蹴ったりなことになってますけど、これもしかして黙って放出したんでしょうかね例の、例の方。誰とは言いませんけどね。えー、いますよね。日本でね、勲章をもらっちゃいましたからなあの方ね。はい。 ねえ、クと変えちゃったかをね、はい、えー、放出してますよね。で、今までね、そんな、ね、あのー、まあ、マラリアとかね、なかった地域になぜかあ発生していると。あこれ、どう考えてもね、えー、可能性ですよね、可能性。はい。可能性でございます。えー、ねえ。 えー、このスイスでもね、可能性でしょうね、きっとね。この蚊がどっから来ているかっていうのはね、まだわかんないですけど。はい。わかんないですよね、これね。どっからかね、持ち込まれてるのかもしれませんしね、蚊が。でも、欠体な現象ですよね。欠体すぎますよね。えー、亜寒帯のところで、なんかデング熱とかね、マラリアとかね、そういう、 熱帯とかね、熱帯で流行る病が増加していると。100人以上ですよ。はい。まあ、侮れませんよねってことですね。これそのうち日本にもね、この蚊が来るんじゃないかなって思ってます。まあね、何、えー、なんていうのかな。通常のね、体の抵抗力がある人は、 こういうのにはね、まあ無縁だとは思いますけど、まあほとんどの方がね、通常の抵抗力があるとは思えないような状態になってますからね、今ね。まあ理由はちょっとね、わ、えー、かあ、まあ、ちょっとわからないとしておきましょう。はい。まあそういうことでございます。まあ皆さんもね、健康的なものを食べて、はい、無農薬無肥料のお野菜を食べてね、えー、ガンガンと免疫をアップして、 行きましょうよということでございます。はい。ちなみに、今日買ったお野菜はこちら、糖岩ですね。あと、小松菜ちゃんです。はい、小松菜ちゃん。そして、これは、四角豆ですね。はい、えー、四角豆でございます。あとね、えー、自然栽培のね、この青じそちゃんでございますね。えー、まあ、納豆のお供にということでね。えー、で、こちらは、 えー、サービスでいただいた、あ、ちょっと弾いた、はい、弾いた、あのー、小松菜さんです。まあ、いろいろとね、虫が食ってたり、はい、はい、こういうふうにね、えー、します。はい。もうこんなんでいいんですよ、はい。えー、今日も、これをね、炒め物と味噌汁にしていきたいと思います。はい。そして、サンチェもいただきました。はい。えー、いつもありがとうございます。ということでね。 はい、えー。今日はあ頑張ってね、料理したいと思います。えー、皆さん毎日料理ですけどね。はい。皆さんも健康的な生活をね、心がけましょうね。ということで、はい。今日の沖縄お,おばばの配信を一日聞いていただきありがとうございました。あそしてね、皆さん頑張って元気でね、えー、このおいろんな難関な世代を生き残りましょう。はい。 えー、さそういうことでございます。はい、頑張りましょうね、皆さん。心から感謝いたします。それではまた明日も元気なお顔でお会いいたしましょう。沖縄おばばでした。